盤が後傾になることによって、なぜ先ほどのインナーユニット、腹横筋だったり大腿筋、骨盤底筋が機能しにくくなるかという話をさせていただきます。皆さんこんにちは、猫背専門チャンネル猫背のアジト、本日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。前回ですね、骨盤が後ろに倒れる、骨盤が後傾することによって猫背姿勢になりやすいですよっていう話ですね。そしてその骨盤後傾姿勢というのがお膝の O脚につながっているよっていうようなお話をさせていただきました。そしてその動画の中でですね、実はその骨盤後傾姿勢が尿漏れにも影響してるんじゃないかっていう告知をさせていただいたのでですね、今日はですね、この尿漏れと骨盤の後傾姿勢、そんな話をですね、ちょっとさせていただければなと思っております。実は尿漏れというのは医学的に言うと尿失禁っていう言葉になるんですね。で、この尿失禁には実は5つのタイプがあります。1つが腹圧性の尿失禁です。これは咳をしたりとかくしゃみをしたり、あとは重たい荷物を持った時、ジャンプをしたりなどといったように、お腹にぐっと力が入るような時にですね、尿が少し漏れてしまうような、これを腹圧性の尿失禁というふうに言います。そして2つ目がですね、切迫性尿失禁という、この辺からはね、ちょっとなかなかあまり聞いたことのないようなワードだと思うんですけれども、これはですね、実はおしっこしようと思った時に皆さん脳で判断して、あそこまでトイレまでどれぐらい時間かかるなっていうのを判断して、おトイレまで行ってズボンを下ろして、さあおしっこしようって思うと思うんですけれども、この切迫性尿失禁というのは急に尿意を催して、急におしっこが間に合わず出てしまうみたいな状態ですね。っていうのは膀胱が過敏性にこう収縮をしてしまって、急にですねバーって出てしまうような症状のことを切迫性尿失禁と言います。そして3つ目が混合型の尿失禁ですね。これは腹圧性の尿失禁と切迫性の尿失禁の混合ですね、混ざったもの、まあ、少し割合は異なると思うんですけれども、この混合型っていうのが3つ目にあります。そして4つ目が逸流性尿失禁っていう、これもね、なかなか聞いたことのないワードだと思うんですけれども、これはですね、尿道、おしっこに出てくる管がですね、狭くなってしまったり、膀胱がぐーっと収縮をして尿を出していく、そんな力が弱くなってしまうことで、この膀胱にですね、大量に尿が溜まってしまう。そしてその大量に溜まった尿がちょろ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 っと出ていくような状態っていうのが逸流性の尿失禁というふうに言われています。この逸流性の尿失禁というのは、尿が出にくくなる排尿障害ですねっていうのが前提にあることっていうのが基本になっています。例えば男性で言うと前立腺肥大、ね、これちょっと聞いたことがある方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、その他に直腸がんだったりとか子宮がん、あとは糖尿病などの神経陰性膀胱なども要因になるというふうに言われています。そして5つ目が機能性尿失禁です。これはですね、実は排尿機能には全く問題がないんですね。なんですけれども、運動能力が低下したりとか認知能力が低下、いわゆるトイレまで歩いていくのにものすごく時間がかかるとか、認知症を持っていて尿意を感じるのがわからなくなってしまう、トイレがどこだかわからなくなってしまう、そしてトイレに間に合わずに失禁をしてしまう、こういったのが機能性の尿失禁と言われていて、尿失禁のタイプには以上の5つに分かれています。先ほど紹介した他に反射性尿失禁や新生尿失禁などがあります。そして今日ピックアップするのはですね、一番最初にお伝えした腹圧性の尿失禁。腹圧性の尿失禁でキーワードになるのは骨盤底筋。これね、皆さん結構いろんなところでね、聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、この骨盤底筋がうまく使えてないこと、あとは、出産後とかに機能が低下してしまっていること、これによって腹圧性の尿失禁を起こしてしまいますよっていうのが一般的に言われています。で、この骨盤底筋を考えていく上でセットで覚えておいてほしい筋肉があるんですね。それがここのコルセットの筋肉って言われている腹横筋っていう筋肉ですね。ここの肋骨、腸骨、そして恥骨、あとはここの鼠径靭帯、
そういったところについていて、しっかりとですね、お腹周りをギュッと締めるのに使われるような筋肉です。そして、もう一つが後ろ側にある多裂筋という筋肉ですね。そして上側を支える横隔膜ですね。これら3つを加えて体幹のインナーユニットが形成されています。実はこれらの筋肉同士っていうのは連携して機能していくことっていうのが非常に多いというふうに言われているので、どこかが破綻しても、どこかが機能不全を起こしてしまうみたいなことが起こりうるので、しっかりとこの3つを、うまく使える状態っていうのを体の中で作っておくっていうのが、実はこの尿失禁を防止していくっていうのに重要な要素になります。じゃあ実際に骨盤が後傾した猫背姿勢になるとどんなことが起きるのかっていうのも考えていこうと思います。はい、ではここからはですね、骨盤が後傾位になることによってなぜ先ほどのインナーユニット、腹横筋だったり多裂筋、骨盤底筋が機能しにくくなるかという話をさせていただきます。まず骨盤が後傾位になることによって腹筋群がまず緩んでしまうんですね。腹筋群がついている場所がだいたい肋骨からここの腸骨と呼ばれているところ、そして恥骨あたりにこのようについているんですが、ここのついている場所同士が近くなることによって筋肉がだらーんと緩んでしまうような状態になります。皆さんもね、この姿勢で腹筋触ってみてもらうとものすごくぷにょぷにょの状態じゃないかなと思います。そして今度一方で背中側に目を向けていくと、多裂筋が常にぐーっと伸ばされてストレスのかかっている状態で機能的に使えてない状態になります。はい、そして骨盤底筋を見ていくと、今まで腹筋とかで支えていた内臓が下にぐーっと押し下げられることによって、骨盤底筋はこのハンモックの役割をしておりますので、下にぐーっと体重がかかって、これも同様にストレスがかかって機能不全を起こします。これによってですね、この大事な3つの要素すべてが機能不全を起こしている状態というのが常に続いているんですね。ではこれらがちゃんと機能しないということは、しっかりと排尿しようと思った時にぐっと我慢できなかったりという状態が続いてしまいます。逆に骨盤がしっかりと起きている状態はどうかというと、腹筋もしっかりと入る状態になりますし、背筋も一定の長さの中でしっかりと機能的に使われている状態になります。そして腹筋だったり腸腰筋でしっかりと内臓の位置を上の位置で支えることによって、骨盤底筋のストレスが弱化することによって、弱まることによってしっかりと機能することができるようになります。ということで、しっかりと骨盤を起こしていい姿勢をとっていくことで、腹横筋、多裂筋、骨盤底筋、これらのインナーマッスル、インナーユニットですね、これらをしっかりと機能的に使える状態になっていくことで、腹圧性の尿失禁を予防していくことができます。それに加えてですね、骨盤底筋っていうのが単独での筋力低下をやはり起こしていきやすいんですね。特に出産後の女性なんかはですね、骨盤底筋っていうのの筋力低下を起こしやすいので、これはしっかりと単独で鍛えていく必要があるかなと思います。で、鍛え方についてなんですけれども、一番わかりやすい方法はですね、お手洗いに行っておしっこをするとき、排尿をするときに、で少し出ている状態からおしっこを尿道をキュッと締めて、おしっこ出てるのを1回一時停止する、キュッと締める、そしてまた緩めて閉じてっていうのが一番ですね、分かりやすいんですね。実はですね、骨盤底筋っていうのは収縮してるかしてないかっていうのがものすごく分かりにくい筋肉ではあるので、そういった方法で実際に視覚的に分かったり体感上で分かるようなものですねっていうので、最初は慣らしていき、あ、この方法が、この感覚が骨盤底筋が入っている感覚なんだなっていうのが分かってくるとですね、普段のエクササイズの中でもですね、骨盤底筋を使えるような状態に変わっていくかなと思います。また別にですね、骨盤底筋の鍛え方みたいなのもですね、いくつかあるんですけれども、またですね、コメントで、もうちょっと詳しく知りたいというようなコメントが多ければですね、そういったのもちょっと動画にして配信していこうかなというふうに思っております。
今日はですね、骨盤が後ろに倒れている状態、猫背の状態というのをしっかりと骨盤から起こして猫背を改善することによって尿漏れ、いわゆる尿失禁を予防していこう、改善していこうというようなお話をさせていただきました。この、動画がですね、参考になったよという方はぜひ高評価ボタンを押していただけると励みになります。そしてまたですね、猫背に特化した健康情報をですね、このチャンネルでは配信していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をしていただいて、お見逃しのないようにお願いいたします。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。